はいどうも皆さんこんにちは、長井です。今回もドライバー潜入カーチース大作戦の方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ロードゲーム、とりあえずこいつですね。ムービー、ケツを上げろターナスレーターのこと聞いたか。サツにパクられたようだ。ヤツの車に何があったと思う？あの野郎ブツ隠してたみてえだな。カスタルディさんはあんたにもう他の仕事はしてほしくないそうだ。専属になれってことや。分かってるな。他の誰も信用できねえぞ。町はこすから役取りいっぱいだからよ。手前のやつ顔でかっ。荷物をまとめね。ロサンゼルスで一仕事、悪党らしいクソ垂れようぜ。LA に飛ぶのか、いいね。あ、また新しい舞台ですね。 LA か、 OK。 またマップを覚え直さないとな。そしたらもうそろニューヨークも近いのかな。なわけないだろう。じゃあちょっと待って、オプションでさ、なんかない？あのセーブデータの管理とかってできないかな。できねえか。オートハンドブレーキいらねえんだけどな。まあいいや。じゃあ、おっと、下駄入場部。要件は2件です。はい、再生。お前の車が欲しい。手に入れろ。それじゃ持ってこい。報酬はいつも通り。コールデッド役に立たねえからな。だからお前がここまで転がしてこい。ロスの夜景は綺麗だ。ロスの夜景は綺麗だって、君の方が綺麗だよなんてね、気持ち悪いわ。行こう。ロスか、警察の車が欲しいのね。そうなの。乗り物集まれ、いろんな車。だんだんさ、自分が悲しくなってくるんだと。スティールコップカー、おー綺麗だね。ただ見づらい、何も見えないんだわ。お、狭っ、ロス狭っ。へえ、マップ覚えやすいね。つうことはミッション少ねえのかな。とりあえず東に向かってだな。まっすぐ行って東に向かって突き当たりを右ということでいいのかな。オッケー、行きましょう。ゲットザカートゥーザロックアップ。東に向かうんだな。うわー、めっちゃ暗い。暗くて何もわかんねえ。だからここの角を右に入っていいのかな。でずっとまっすぐだ、突き当たりまでね。確かに夜景は綺麗っちゃ綺麗だけど、他の車が全く見えないんだわ俺。どこに何がいるのか。よいしょ。うん、確かに牧地の息吹はかなり変わりましたね。はい、息吹はかなり変わってるのはわかるんですが、とどこに車がどういるのかわからないっていうのがちょっとコマリングだな。おお、すげえ、こんな機能あったんだ、すげえな、すげえすげえすげえ、これはいいね。そっか、これいいな。それにしても長いな、単調な道だな。眠くなってきちゃうよ、おじさん。おじさん結構眠くなってきちゃったんだけど大丈夫かな。え、ちょっと待って、いつまでこの道続くの。この道どこまで長いのか、恋の道お前と歩きたかった。だって誰でも一度は歩く道、フライボー一人がよく似合う、歩き疲れて立ち止まり、振り向き振り向き来たけれど、
よいしょ。やっぱサイレン鳴らしててもこれ追われるんですね。うん、よいしょ。すげえ遠いな。狭いとか言ったけどさ、曲線が長いだけで実際はかなりあるよこれ大きさ。うん、道の本数が少ないだけだわ。実際これ広いぞ、かなり単調すぎんぞこのマップ。ちょっとさっさと終わらせてニューヨーク行きてえな。よし、ようやっと川を渡ることになるな。よいしょ。はい、川を渡りましてからに、まだまだ続くのか。線路は続くよどこまでもと次あたり右に曲がろうか。ここだな。ここで右に入る。ほい、ルーズザコップ出ないよな。大丈夫だよな。おっと危ねえ。ぶつけちゃいかんのかなこれは。 OK サンキュー。なんで見失ったのかわかんないけどさ、なんで見失ったのよ。そこ聞きたいわ。そこだよね。まずワールドだ。嘘、もう終わり。今何分。6分か。まあいいや、場合によっては複数投稿すりゃいいんだもんな。そうだな、一旦切ろう。次のミッションがどんなもんかわからないもんな。だってよし、じゃあ3つだね今回。 1,2,3 よっしゃ。こういう簡単なミッションが続いてくれればいいんだけども、そうはイカの金玉ってやつですわな。よし、じゃらじゃら、うんじゃらじゃら、一旦出ましょう。それでもって今回これにて終了いたします。ではでは、次回もまたロサンゼルスで会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら。